ようこそ三味線の世界へ。こんにちは、西洋です。お稽古は着物ですると決めていますか？こんにちは、時和津西洋です。今日は三味線ブログの読者様からご質問をいただきました。先生はお稽古は着物と決めていますか？着物でお稽古しなかった時はありますか？ご質問ありがとうございます。そうですね、三味線ブログを始めてかれこれ5年以上経ちます。実は毎日更新をしておりまして、1日も欠かしたことがございません。なぜでしょうね。最初続くかなと思っていたんですが、始めてみたら文章を書くのが意外に好きだったのですね。それでブログは、三味線ブログはとても楽しんで書いております。ご質問にお答えしますね。で、着物を着てお稽古をすると決めていますかというご質問については、はい、決めています。私はですね、そもそもの三味線を始めたきっかけが着物を着てお稽古をしたいだったので、これはもう自分の趣味と実益を兼ねております。はっきり、はい、着物が好きなので着てます。そしてですね、自分自身がお稽古をしていただく時のことを思い出していて、自分の師匠がやっぱりお稽古を着物でしてくださると気持ちも引き締まるし、お稽古に真摯に向き合えるなと思ったのが理由です。やっぱりその普段の日常とちょっとけじめがしっかりつく、それが着物に着替える大きな理由ですね。多分お医者様が白衣を着たりですとか、お料理の方が、なんかこうお帽子かぶった、シェフの帽子をかぶったりとかするのと同じように、その職業のスタイルになったら仕事っていう、こう切り替えができるのが大きな理由ですね。そのような理由で着物を着ております。そしてですね、着物でお稽古をしなかった時はありますかというご質問についてお答えしますと、これはあります。何回かありますね。1回は確か体の動きをお見せしたかった時、腕の使い方ですとかの向きをちょっと生徒様にお伝えしたかった時、ちょっと着物だと分かりづらいかなと思ってお洋服にしたことがあります。それからあまりあとはほとんどないかと思います。何かやむを得なく洋服じゃなければいけない理由があった時に 2,3 回お洋服でしたことがあったかもしれません。ですが基本的にはお着物でお稽古をしております。そのような感じで私は着物を着てお稽古をしております。あなたもですね、ぜひですね、着物を着た人と一緒に三味線を弾いてご覧になりませんか？あなたとご一緒に三味線を演奏することを楽しみにしております。時和津西洋でございました。またお目にかかりましょう。